第一三共。辛い風にプレコール CR 錠。速攻力、持続力。さあ風と戦い続けてやろうじゃないか。2つの力で風を倒せ。プレコール CR 錠新発売。対抗するシーンでやることはもう、うん、お願いします。スタート。バンってしまってもいいかも。あ、わかりました。せーの、ドン。あ、その方がいい。どうぞ。握るっていう。あ、わかりました。ちょっと言おう。手応えはありました。行ってみますか。行きましょう。はい、お疲れ様でした。まあ見どころはまずこの衣装じゃないですか。すごくド派手なかっこいい衣装着させてもらって、でまあ、あの CM ではここが氷の世界になってます。そのこの氷の世界を舞台にこういうかっこいい衣装着させてもらって、その自分の武器でもあるそのアクションというかフル活用して、かつ風を倒すっていう全てがこうマッチしたすごくかっこいい迫力のある CM になるんじゃないかなと思ってるので、僕もちょっと完成楽しみです。いやもうそれはもう最後のジャンプキック、助走をつけて蹴るところは何度もやりましたね。いやでも何回かやって最後はまあ皆さんが納得してくれてこううまくいったので満足してます。僕が続けていることは筋トレをほぼ毎日やってることですかね。腕立て腹筋背筋を100回ずつ、まあ本当に大変な時とかはできないっていう時もあるんですけど、やっぱ空手もやってたのですぐ分かるんですよ。自分が怠けてると体が変わっていくのが、だからその体型維持っていうのも含めて続けてます。武器だなっていうのは空手をやってたので、アクションができることっていうのもそうだし、なんかその空手で培った精神力とかそういうものはこの仕事に生かされてるなと。プレコールの CM に出演しております横浜流星です。今回の CM ではですね、風をイメージした氷の世界を舞台に辛い風と戦い続ける役を演じています。仕事にプライベートに充実させたいのに風邪をひいて頑張れない、そんな時は1日2回で長く効くプレコールで早く治してください。以上、横浜流星でした。